ゆうくんなんかすごい細長くなった。ゆうくん細長くなったね、なんか。よし、じゃあケニちゃん行こうかね。ゆうちゃん行こうかね。はい、こんな感じで入れました。これに入れて今から向かいます。はい、てんくん、てんちゃん、またねってね。また会えるといいね。よし、それでは今から県茨城さんまで行きたいと思います。行こうか。じゃあケニちゃんね、てんくんかわいいね。はい、それじゃあ行きます。はい、ということでね、無事ケニー茨城さんのところへ帰ってきました。ケニーちゃんですね、だいたい何ヶ月ぐらいだろう、1年経たないぐらい僕の家にいましたけど、いや3回もね産卵を、僕も初めてね、僕は産卵を経験したのがもうケニーちゃんになるので、それはね最初っていうのはもう変わらないものがありますので、僕もねまた会いに来れたらなと思いますけど、どうなんですか、今コロナ禍でお客さんっていうのはあんまり 入れない状態ではあるんですかね。一応事前に連絡いただいて、はい、でそれで感染予防の方をしっかりしていただいて、なるほど、それでまあご相談の上で、はいはい、ご覧いただくようになってます。ということですね、まあなかなかね来れないのかなっていう感じですけど、ケニーちゃんはこれからこちらでねまた元気に暮らしていくと思いますので、よろしくお願いします。いやいいですね、ありがとうございました。はい、ということでね、家に帰ってきましたけど、こんな感じでオトカゲの配置もね少し変えて、レオくんが上にいたと思うんですけど、ここにいたんですけど、一番下に行ってもらって、ハンちゃんは変わらずですね。でこの辺も変わらないか、まだエアラレちゃんと、エアラレちゃんとハマちゃんですね。レオくんがここに入りましたからね、すごいねドタバタして大変ですよ。やっぱりね、上にいる時と下にいる時じゃちょっとね安心感が違うのかね、下にいる時の方がめちゃめちゃ警戒してきますね。まあ落ち着くまで、ちょっと時間かかるかもしれないですけど、慣れてくれたらいいですね。これを機にレオくんが慣れてくれたらいいですね。でこっちにダンちゃんがいるという感じで2階に行きますか。はい、でねこの、元ケニーちゃんがいたケージにセン君が入ってます。こんな感じで水桶もね変えました。セン君はね結構でかくて、多分ね長さだともうケニーちゃんもね超えてたと思うんですよ。 1m45 はね全部測ってあって、もう50近いんじゃないかなと思いますね。 1m50 近いと思うんですけど、このねケージに入ってもらいました。これはでかいですからね、180、横180の、奥が90ありますから、かなりでかいですね。で、この下かな、下にもう一個ね同じサイズの、ケージ作ろうかなと思ってて、それはハンちゃん用で、ハンちゃんもね今下のケージもちょっと狭くなってきてるんで、その辺をね進化させていこうと思います。この水桶はこちらのねテンくんの水桶と同じやつのちっちゃい版ですね。はい、ということでね、ケニーちゃんの方をケニー茨城さんの、実家になるのか、ケニーちゃんの実家にお返ししてきました。いやー本当にねケニーちゃん来てくれて、テン君との、もしかしたらテン君との卵じゃないかっていうのもね4つこう産んでくれて、すごいね
なんだろう、もうありがたかったですね。お貸ししてくれたケニー茨城さんもそうなんですけど、頑張ってくれたケニーちゃんもね、本当に、ありがとうございました。まあ、無事ね、4つの卵に関してはもうテイ君の卵だと信じて、僕はね信じて、しっかりと返してね、4つ、の卵から4匹帰ってくれたら嬉しいなと思います。本当にね、何度も諦めたところではあったんですけど、ケン君の子供をね、子孫を残すっていうのは何度も諦めたところだったんですけど、ケニーちゃんが最後頑張ってくれたんじゃないかなと思います。でね、ケニー茨城さんにお返ししに行くときにちょっとお話聞いたんですけど、やっぱりね、ケニーちゃんね、脱走犯だったらしいです。僕ん家に来ても何回かこう、ケージをぶち壊されたりして脱走されたり、この部屋でね、脱走されてたりしたんですけど、ケニー茨城さんにいる時からもうあんな感じ、脱走がすごかったらしくて、市販のデカいケージ、のなんか上とかも全部ぶっ壊して、出てきたりっていう、なんかねすごかったみたいですだからもともとの脱走魔だったっていうのをね、お返しするときに知りました。まあ、本当に怪我なくね、無事に返せたことが、まあ、一つ良かったなと思いますし、卵を取れたことは本当に本当に良かったですね。はい、貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございました。って感じで今回の動画これで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。ちょうどセン君が出てきてくれました。こんな感じで大きく育ってるんですよね。もっともっと大きくなるんだよ。目指せ 2.5m 3m ね。天君と仲良くこの部屋で暮らしてもらいましょう。ご視聴ありがとうございました。